皆さんどうもピーマンです。今回はクリリン編最後のシナリオだ。シナリオ10をプレイしていくよ。最後は18号との戦いになるんだね。悟空はセルの、地球での自爆を防ぐために犠牲となったが、セルゲームは悟空とご飯の力により勝利を収めた。悟空はもう生き返ることはできないが、セルによって殺された人々をドラゴンボールで生き返らせなければならなかった。悟空との戦いにより、吐き出された18号を連れ、クリリンたちは神様の神殿に向かう。そして18号はデンデの回復の力により、目を覚ますのだった。は、ここはデデ、早く離れた方がいいぞ。殺されるぞ。そんなことないって。お前たち。ここは神様の宮殿だよ。大丈夫だ。完全体になったセルはご飯が倒した。ご飯が？そうだ。とんでもねえ強さだぞ。お前が暴れたって全然無駄だ。クリリン礼を言うんだな。セルから吐き出されたお前を懸命にかばった。ツンデレが来るぞ、ここで。いや、ただなんとなく放っておくわけには。わかった、クリリンさん18号を好きなんだ。呼び捨てかい。絶対呼び捨てじゃないだろう。はっきり言うな。マジかよ、嘘だろ。人造人間だぞ。一丁前の口を叩きたいのは私に勝ってからにしな。急展開。あー、じゃあ最後ここで勝ってっていう展開だね。オーケーオーケー、わかりました。じゃあ最後、嫁はんを倒していこうよ。レディファイト。カモン、カモン、カモン。はい、はい、いいぞ。さーて、嫁はん対決しようぜ。完全に DV だけどね、これ。未来の妻何しとんねん、こいつ。ボコボコですよ。はい、はい、半分来たぞ。どうした、17号。対決しようぜ。おい、おい、おい。それ、徹底的に下狙うスタイルやめて。ねえ。そういうプレイもありだと俺は思うけどね。完全に今股間蹴ったね。完全にやっちゃったね、今。はい、キエンザ。おー、すごいダメージだ。当たればすごいからね。キエンザはでも、溜めが長いんだよな。溜めが長いからほとんど当たらない。はい、太陽拳来た。はい、太陽拳。嫁はん目が見えない。グッバイ、KO だ。あっさり倒したよ。なんとか勝てたって、喜ぶんじゃないよ、死体の横でね。まあ、死んでないけどね。さて、どういう展開を迎えるんだろうな。どうしてお前には勝てない。セルから吐き出されたばかりなんだ。無理しない方がいい。普通だったら俺が勝てるわけないんだから。クリリンめっちゃネガティブ。ふざけるんじゃないよ。そんなこと言って、手でも握ってほしいのか、チビのおっさん。一度はクリリンの前から姿を消す18号。しかし18号は、柱の影に身を隠し、様子を伺っていた。クリリンたちはシェンロンを呼び出し、セルに殺された人々を生き返らせる。そしてシェンロンの二つ目の願いは、さあ、どうした？早く二つ目の願いを言え。どんな願いも叶えてやるぞ。それとも願いがもうないのか。シェロン、人造人間17号と18号を元の人間戻しやってくれないか。びっくり。それはできない。二人の人造人間は私の力を大きく超えている。あ、お前今何でも叶う言うたよね。おい、おい。お前クソドラゴン、おい。そういうものの体に関しては私は手出しできないのだ。これは無能ですわ。シェンロンでも何でもねえよ。やっぱりダメか。じゃあ、この願いはどうかな。せめてあの二人の体の中に取り付けられている爆弾装置を取り除いてやってくれないか。それなら可能だ。力の差とは無関係だからな。よし、二人の爆破装置はたった今取り除いたぞ。ではさらばだ。クリリンさん、どうして今のような願いを。だってよ、かわいそうじゃねえか。体の中に爆弾があるなんてさ、優しいんですね。おう？それにしてもクリリン、なぜ17号の爆弾まで取ってやったんだ。あ、うん、確かに俺18号のこと好きだったけど、18号にはやっぱ17号がお似合いだろ。それで、恋愛というやつは恐ろしいな。恋愛というやつらしいな。わからない。ピッコロにはわからんだろうね。バーカ、17号と私は双子の姉妹だ。姉妹じゃねえな、これ兄弟で会ってんのかな。うひゃー。だからってその気になるなよ。爆弾のことなんて感謝なんてしてないからな、タコ。ツンデレじゃねえか。ああ、またな。おい、またな、なんつったってことは、少しは希望が出てきたんじゃないか。さっぱりわからない。嬉しいのも半分くらいかな。やっぱ悟空がいないと寂しいや。悟空との別れはそれぞれの戦士に寂しさを残したが、世界に平和な日々が戻った。クリリンは18号と再会し、カメハウスで暮らしながらマーロンという一人の、愛娘を、愛娘じゃねえな、これよくわからんや、
いやいや、早いな。やることやっとんな、俺。ツンデレでもやることやっとんな、俺。早すぎる展開だわ。いきなり一緒になって、いきなり子供作ってて早すぎない？どうやって子供できたんだろう？おお、なんだ？悪役軍団編？はあ、また新たなストーリーが解禁されましたね。悪役軍団編、面白そうだね。え、どれだ？あ、これか。わーお！ビルスまでいるじゃん、これ。楽しそうだ。ストーリーは全部で11個ありますね。はい、また新たなストーリーが解禁されました。これはなかなか非常に面白そうなストーリーなんでね、次回からこちらのストーリーをプレイしていきたいと思います。クリリン編はこれにて終了ですね。見てくださった皆さんありがとうございました。悪役軍団編の方も見てくれよな。じゃあ、グッバイ、また会いましょう。